愛子観光バス株式会社は宮城県仙台市青葉区に本社を置く観光貸し切り路線バス会社。当初は観光貸し切り業務やスクールバス事業を中心とし仙台ヒルサイドアウトレットのアエルと同店を結ぶ無料送迎バスを運行していた。現在は路線バス利用での来店者に無料バス乗車券を配布している。そして2003年には規制緩和によって 路線バス事業に乗り出し、現在は仙台駅と愛子駅、西木が丘を結ぶ路線を運行している。コーポレートカラーは仙台市 AA バスが緑、宮城交通が赤であるのに対し、愛子観光バスは金色である。仙台市交通局が発行している IC カードアイクスカ、仙台市交通局及び宮城交通が2015年12月5日まで発行していたバスカード、 スキップカードジョイカードは使用することができない。独自の回数乗車券を利用する形となる。また、仙台市の経路、ふれあい乗車証も利用できない。2007年3月18日、仙台空港アクセス線開業に伴う、仙台市 A バスのエアポートリムジンバスの廃止を受け、仙台空港リムジンバスの運行を開始した。しかし、運行開始当初から、 ライバルの仙台空港アクセス線への流出による利用率低下や原油価格高騰による燃料費の増大などの理由で採算が取れなくなったため2008年2月29日をもって運行を終了した現在は貸切事業を業務のメインとし路線バスは1系統のみを運行している国内メーカーのうち日産ディーゼル製を除く日野自動車、イスズ自動車 三菱不走制の三社より販売されている車両が導入されている。一部中古車での導入となっているものの、メインは自社発注車となっている。路線バス車両全車自社発注の椅子ズエルガに統一されている。仙台空港リムジンバス、仙台空港リムジンバス、ありがとうございます。